一年半までは、松本清張の短編小説。1957年4月、週刊朝日別冊、新緑特別読み物号に掲載され、同年8月に短編集、白い闇収録の一作として、角川書店から刊行された。現在は、新潮文庫、傑作短編集張り込みに所蔵されている。これまで12回テレビドラマ化されている。 本校ではそのテレビドラマ版も記述する。生命保険の勧誘員である、津村里子は、夫、陽吉を殺した罪で捕まった。かねてからの陽吉の乱暴を、大河が報道されると、世間の里子への同情が集まった。婦人評論家の高森滝子は、日本の家庭における夫の応募を、日本の家族制度の悪臭を批判し、評論家仲間を動員して、 原型弾丸書を提出するなど行動。結局、佐藤子は執行猶予の判決を得た。社会正義に満足する高森の前に佐藤子の恋人、岡島が現れ、プロポーズした際の彼女のある言葉が気になった、彼がたどり着いた思いがけない事実を告げる。1960年8月1日と8月8日、KR テレビ系列のナショナルゴールデンアワー枠。 松本成長シリーズ黒い断層の一作として2回に渡り放映。1961年6月5日、TBS 系列の女の劇場枠にて放映。1962年7月19日と7月20日、NHK の松本成長シリーズ黒の組曲の一作として2回に渡り放映。1965年11月9日、関西テレビ制作。 フジテレビ系列の松本成長シリーズはにて放映。1968年2月5日、フジテレビ系列のスター推理劇場はにて放映。1976年3月1日から3月26日まで、日本テレビ系列の愛のサスペンス劇場はにて、全20回の連続ドラマとして放映。松本成長シリーズ、1年半まで。 1978年10月21日 NHK の土曜ドラマ枠にて放映。視聴率14.7%。原作の松本清張が出演した。松本清張スペシャル1年半まで。1984年5月22日日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場枠にて放映。視聴率25.8%。 松本清張作家活動40年記念1年半待て1991年6月8日テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映視聴率13.8%松本清張スペシャル1年半待て2002年1月15日日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場は国手放映舞台は金沢市になっている DVD 化されている。松本成長特別企画。1年半待て。2010年12月8日21時 -22、54。BSTBS 開局10周年記念ドラマとして、放映。第48回ギャラクシー賞奨励賞受賞作品。松本成長スペシャル。1年半待て。2016年4月15日。 フジテレビ系列の金曜プレミアム枠にて放送された新庁舎ホームページありがとうございます。